車に乗せ乗り上がる、まるでか弱い女の子みたいでなんだか嬉しいの。だって友達香水を街の中で感じるとね、一瞬で体も蘇るから、ついていきたくなっちゃうの。の、うん、時のやつなんでっていうのをなんか入れつつ、ね、した方がいいって、はいはい、人間なら楽しく縁になって歌ってるんで、もうこういうカメラがもう真ん中に行ってもらって、うん、なんかみんなおかげで一生懸命じゃないけど撮ってていいし、うん、なんだろう、形式ばらずになんか楽しく音楽やってんなっていう雰囲気があればそれでいいと思うんだよ、うん、歌番組じゃ見れない形を、うん、そうでしょ、そう作りたいと思って、普段見れない近畿月の歌のセッションすればいいなって思うけどね、本当は。こっちが来て、そしたらカメラがこっちに撮って、そのままこっちを撮っていく。僕は最終的にまあどっかで引っかかるし、でステージ上にそのまま流れるって言っちゃう。行ってください、早く行ってくださいって言われて、うん、行けばいいなって僕は行くから。で、こっちがバーって出てきて、撮っていってそのまま歌っちゃえばいいんじゃない。例えばだけど、ツヨシがもう中で座って、今日の撮影進行表かなんか見てて、いやー撮影たくさんあんなって独り言を言ってるところも普通に撮ってて、そしたら音が流れてきたってな、うん、なる。あー、ポンポンじゃなくて、ポンポンじゃなくて、それかもう普通にもう撮ってて、今日なんか視聴者に向かってちょっと喋ってる。あー、そういうことね。今日は大変なのよみたいな感じで、じゃあインタビューしてたつもりがイントロ流れ始めて、イントロ流れ始めて歌わされたっていうサムネで、うん、なんかそういうのがいいんだったわ。そうしようか。